マゼ川第二ダムは、岐阜県下呂市の一級河川、木曽川水系マゼ川に建設されたダムである。中部電力が管理する発電専用ダムで、高さ44.5メートルの重力式、コンクリートダムである。水力発電を目的に建設され、直上流にある岩屋ダムとの間で、溶水発電を行い、 マゼ川第一発電所において最大28万8000キロワットの電力を発生させるほか、マゼ川第二発電所において最大6万6400キロワットの電力を発生させ、飛騨川流域一貫開発計画において計画された発電所の中では比較的規模が大きい水力発電を行う。ダムによって形成された人造庫は特に名称が定められていない。 戦後、朝日ダムの建設に始まった日田川流域一貫開発計画は、1960年代になって、従来の一般水力発電所から大規模な揚水発電計画を行う方向性にシフトしていった。火力発電所や原子力発電所の連携が可能な揚水発電は、次第に全国の電力会社が手掛けていくようになり、 日田川では1963年から高根第一ダム、高根第二ダムによる高根第一発電所が着手された。中部電力が次に手をつけたのは、日田川流域最大の支流、混ぜ川であった。混ぜ川については、古くから開発計画が樹立されていた。すでに1938年には、日本電力によって、 西村ダムが運用されていたが、戦後になって最上流部の増田郡真瀬村小原地点と中流の増田郡金山町岩屋地点が有力なダム、発電所建設地点として着目されていた。特に岩屋地点は有効貯水容量を多く持つことができるため、注目度が高かった。1950年には国土総合開発法によって木曽川水系は、 基礎特定地域総合開発計画が策定され、混ぜ川流域に2つの多目的ダムを建設して、地水と水力発電に対処する方針を建設省中部、地方建設局が中心となって遂行しようとした。この中で混ぜ川の岩屋地点に高さ70.0メートル、総貯水容量2400万トンの岩屋ダムをダム直下で混ぜ川に合流する荒川岩瀬地点に、 高さ50.0メートル、総貯水容量1750万トンの岩瀬ダムを建設し、朝日ダム秋神ダムのように相互に貯水を融通することで、最大9500キロワットの発電を行う計画を建設省が提示した。この岩瀬ダム計画が、混ぜ川第二ダムの源流と考えられる。だが、飛騨川流域一貫開発計画では、 岩屋ダムを単独での発電専用とし、日田川本流に導水し、最大で12万 8000kW を発生させる夜景石発電所を計画しており、建設省と中部電力の間には大きな乖離があった。その後基礎特定地域総合開発計画による岩屋岩瀬両ダム計画は立ち消えとなり、混ぜ川の電力開発は再検討された。1963年、 岩屋ダム計画は農林省による国営の備大に用水農業水理事業の水源として計画され中部電力の発電事業と共同で実施される方向になった。さらに建設省は基礎川水系工事実施基本計画によって治水事業に岩屋ダムの活用を求め最終的に1966年の第43回電源開発調整審議会で 関連する4省庁で調整が図られ、中部電力の混ぜ川水力発電計画を優先して、事業を進めることで合意した。この時点で、岩屋ダムは現行の規模で計画されることになったが、岩屋ダムの規模が約1億8000万トンの貯水規模を持つ巨大ダムとなったことで、下流への影響を最小限に抑え、かつ、夏季のピーク時電力需要に対応できる水力、 発電計画を立てた。そして、岩屋ダム下流3 8トル地点に、逆調整地を兼ねた、下部調整地を建設することになった。これが、混ぜ川第二ダムである。混ぜ川第二ダムが計画されていた頃、日田川流域では、ダム事業に対する不信が根強い状況であった。その原因は、朝日ダム及び、高根第一ダムからの濁水放流で日田川が、 長期間濁った状態になってしまったことであり、漁業権を有するマスダ川漁業共同組合がこれに激しく反発。これに、流域町村長、町村議会、観光協会などが加わって、計画発表年の1966年には、日田川郊外対策協議会が設置され、脱水問題が解消されない限り、新規の電源開発計画には一切合意しないと表明した。 このため漁業,業権保障がダム発電所建設における最大の難関となった。中部電力は岩屋ダムに表面取水設備を設置し、濁りの少ない湖水表面部の上積み水を選択的に放流し、下流に影響を及ぼさない方針をとって理解を求め、これは概ね了承された。しかし、続くダム建設に伴う保障は混ぜ川が移りで、 全国的に著名な河川であるため、漁業権を管理する混ぜ川上流、下流漁業共同組合が、あゆ漁消滅は漁民の死活問題として、猛反対した。特に下流漁協の要求は強固で、漁業権消滅の金銭保障はもとより、混ぜ川第二ダム下流の高級的な流量、改善対策、また西村ダム、弓がかり延庭の撤去要求といった難問を突きつけた。 交渉は暗証に乗り上げ、岐阜県のお政部が仲裁に入って、妥協案を示した。保証額3億2千万円のほか、第二ダムからの漁業放流実施、弓がかり、広瀬漁園邸の漁道新設を行うことで1973年2月25日に妥結した。上流漁協については、下流漁協との交渉妥結後に交渉が行われたが、比較的交渉が順調に行われ、 保証額5750万円と代替あゆ養殖施設を建設することで1974年1月19日妥結。脱水問題解決の急先方だった増田川漁協には保証額1800万円で交渉が妥結した。この漁業保証によってダムからは毎秒0.83トンの漁業放流が行われることになった。だが今度は 混ぜ川から農業用水を取水していた金山城、東靴部土地改良区が、漁業放流分の水量では、下流75ヘクタールの水田を潤せないとして、反発した。土地改良区は、ダム予定地の直下流に、投資口を設置し、毎秒1.2トンの水量を確保していたが、漁業保証分では足りなくなる。このため農業用水の水量増を求め議論は、紛糾。 再度岐阜県農政部の仲裁を中部電力は求めて用水機場の設置と運営管理費の電力側の負担、そして保証費を払うことで合意した。さらに、第二発電所から飛騨川への送水トンネル設置により、周辺住民の簡易水道取水に影響が出るとの懸念があり、代替施設を建設することで解決を見た。 一方、住民に対する保障については、ダム水没予定地両岸の金山町や坂地区と、お津源地区の住民が生活保障を求めた。両地区の住民は農業を制御としているが、第二ダム建設により、地区住民が所有する水田の80%が水没する。したがって住民は、水没前と同等の生活基盤を保障するように求めた。中部電力はこれを拒否したが、 金山町長が住民を支持履行を求めた。事業の早期進捗を望む中部電力側は、結果的に住民の求めに応じ、金銭による保証と生活再建に必要な措置を講じることで妥結を見た。こうした保証交渉を経て、ダム工事が進められたが1973年のオイルショックで原油、資材物価が高騰。 資材調達や工事費増額などの問題が発生した。これらを乗り越え、1976年11月に、マゼ川第二ダムは、岩屋ダムと共に完成した。総工費は、両社込みで約675億円となった。第二ダムの直上流にある、岩屋ダム。第二ダムとの間で、用水発電を行うほか、名古屋市の水亀としても重要な多目的ダムである。 マゼ川第2ダムは高さ44.5メートル、長さ263.0メートルであり、重横比で見ると横長のダムである。目的は水力発電であるが、マゼ川第1、第2発電所の2発電所による発電を行っている。マゼ川第1発電所は岩屋ダムの直下湾に地下式として建設され、世界最大級の車流、ポンプ水車を設けて、 最大28万8000キロワットを発電する河川の自流水を利用した自流混合式用水発電所である。下部調整地である第二ダム湖は第一発電所が5時間連続して用水発電を行う運転に耐えられるだけの有効貯水容量を持つ。また混ぜ川第二発電所は第二ダムの下流約100メートル先の右岸に地下式として建設され、 ピーク時発電に対応するため常時発電は行わず、電力需要が増大する下季に最大6万6千キロワットを発電する。発電された水は延長5.5キロメートルの放水管を通じて、飛騨川本流の大船渡ダム湖上流端で放流される。こうしたトンネルによる飛騨川への放流で起こりうるダム下流の混ぜが水量減少に対応するため、 混ぜ川第二漁業共同組合との保証交渉法意事項として、停留放流設備という河川維持放流設備を設置した。これは、第二ダム湖の水位量が、上流の混ぜ川第一発電所の発電により、最大で12.0メートルも水位が変動するため、水位変動に左右されない取水を行う目的で、設置された浮きドック式の取水設備である。 この停留放流設備により満水、滑水の別なく、毎秒0 8 2立方メートルの水位量を放流し、あゆ量などに影響を及ぼさないようにしている。岩屋ダム天場から見た混ぜ川第二ダム湖。奥に、第二ダムも見ることができる。岩屋ダムの項目を参照ダム湖は前日の通り水位が最大で12メートルも変動するため、釣りは厳禁となっている。 マゼ川第二ダム湖の左岸には岩屋ダムに通じる県道が通過しているが、湖岸にはソメイヨシノの桜並木が植えられている。この桜並木はヤサカの桜並木と名付けられ、毎年春の開花シーズンになると、湖岸道路の両脇は桜が満開となり、多くの観光客や住民が花見に訪れる。ありがとうございます。